で今回この中から3つの大きな目標を掲げまして、オリブガーデン糸島のコンセプトとさせていただきました。2016年から2030年までに達成する目標として、国連加盟国193カ国で取り組まれております。17の目標があって、その中に169の具体的なターゲットがあるというのが SDGs になります。で今回この中から3つの大きな目標を掲げまして、オリブガーデン糸島のコンセプトとさせていただきました。7番目のエネルギーをみんなに、そしてクリーンににあたり、ゼッチというゼロエネルギー住宅にこだわり、全島当社負担で太陽光発電システムを搭載します。11番目の住み続けられる街づくりにあたり、コミュニティづくりと安心安全へ取り組みます。13番目の気候変動に具体的な対策をにあたり、効率的に二酸化炭素を吸収するオリーブを菜園各家庭に植えていただいて、地球温暖化を防止します。立てていただいてからがお客様との本当のお付き合いとなります。我々株式会社平成は様々な部署があります。会社を挙げてお客様を末永くサポートすることが SDGs 持続可能な社会を作るということにつながってまいりますので、このような思いを持って街づくりに取り組ませていただきます。